ホームページを見させていただいたんですけど、はい、経歴のところに、はい、中学時代なんかモンハンにハマって学校行ったんですよ。僕そのクレムステッド落ちてから、はい、もう勉強にフルコミットしたんで、もうそこからもうモンハンが勉強になりました。学校のテストで何位なの？どうも、あいさ先生です。今回はですね、隣に皆さん知ってますか、先生のトリカファンの中原先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。YouTube は捉えられないんですか？これで需要があったら始めていこうかなと。皆さん YouTube を中原さんが始められるようにたくさんね、いいコメントをよろしくお願いします、はい、ということで結構謎がね多い中原先生なんですよ。なんか私ググったんですよ。はいはいはい。人を勝手にエゴさせるっていうのもどうかなって思うんですけど。引退者多分。いや、そうなんじゃないですよ。今回はインタビューさせていただくんで、下調べっていうのは必ず大事ですから。そしたらなんかすごくて、イケメンとかインスタとか身長とか結婚が書いてあったんで、多分あの女性ファンがめちゃめちゃ多いです。ありがとうございます。はい、ということでいろいろちょっとね掘り葉掘りね聞かせていただきたいと思ってますので、なんか NG 項目ありますか？いや、特にもう何でも答えますよ。あ、本当ですか？はい、もうぜひぜひ何でも。ということで任せてください皆さん、私がそれ聞いていきますので、よかったら最後まで見てください。アリサ塾無料体験大募集中です。イエイ。じゃあ本題に入っていくんですけど、出身は？あ、出身は山口ですね。下関ですね。下関。はい。ちなみに何してるんですか？今は、福岡市で、九州大学を、ね、目指す受験生に向けて流文会っていう学習塾を経営してます。私は間違って流文会って言ってしまいました。ちなみになんか身長ってなんか何センチぐらいあるんですか？あ、でもそんなですよ。181ですね。それ181でそんなって言ったら結構怒られますよ。私あの流文会のホームページを見させていただいたんですけど、はい、経歴のところに、はい、中学時代なんかモンハンにハマって学校行かんってなったみたいなの書いてあったんですよ。うんうん、どうなんですか？はい、厳密に言うと違うくて、モンハンにハマるのと中学に行かないの別なんですよ。ああ、別なんですか？モンハンはモンハンでハマってて、はいはい、中学に行かなかったのは音楽の授業は嫌だった。ああ、モンハンで不登校じゃなくて、そうです、そうです。音楽が嫌で不登校になったんですか？うん、いや、毎週火曜日だけですね。音楽週1なんで。強すぎる。え、それはなんで音楽が嫌だったんですか？うん、中学の音楽って人前でその歌わせません。はい、ああ、わかります。いや、あれやばいと思ってて、あれが嫌すぎて、はい、いかないですね、火曜日だけ。音楽を受けないために休んだっていう、うん、いや、そうです、そうです。ああ、そうだったんですね。そっからじゃあどうしてラスベリ高校を目指したと思ったんですか？中2ぐらいの時に学校説明会みたいになります。高校の先生が来てよくわからない話するやつ、うん、下関ってこう下関西っていう高校が一番なんですけど、あ、そうですね、はい、そこの先生が東大って4年計画だよみたいな、いやいやいや、そんなことないだろみたいな。それでだからそこの高校に行く意味ないなと思って、その地域の一番の高校に行っても。東大にじゃあその頃から行きたかった？そういうわけじゃないんですよ。ただなんかそのスタンスの指導者のことで学びますっていう。塾もそうじゃないですか。ああ、確かにそうです。先生にやる気がないところで学んだら終わりじゃないですか。あ、それはありますね。もうそれです。もうその瞬間行こうみたいな。ラサールじゃないんですけど、クレメンセツっていうんですね、はあ、あの高校を目指し始めたっていう。それで受験校の可能性の頭打ちを感じたから、うんうんうん、それを広げるために私立他の県に出ようと。あれで見てもその人の元で学ぶのは嫌だったんでしょうね。多分その頃多分そんな出さないんで、はい、でもなんだこいつはみたいな、こいつの元で学ぶくらいならどっか行くわみたいな感じで。ね、中二ですからでしょ。あ、めっちゃ中二病。超中二病でしたね。それでもラサール高校行かれて、クルメ施設の受験はちょっとうまくいかなかったかもしれないですけど、うん、高校受験は結構苦労されたんですか？苦労したかしてないかで言うとしてないですね。もう施設も余裕で受かるだろうとは思ってたんで、ただ落ちるっていう。値段は良くないですね。値段は良くないですね。最後まで勉強してください。ブラサル高校行かれて、うん、そこから高校に入ってからの順位っていうのはどんな感じだったんですか？ラサールって、はい、高校1年生の時は、はい、高校から入った人、中学から入った人って分かれて出るんですよ、はい、僕そのクレム施設落ちてから、はい、もう勉強にフルコミットしたんで。おー、大学じゃ悔しかったんですね。そうですね、もうそこからもうモンハンが勉強になりました。卒業して勉強に行って、はい、高1の成績は10回あるんですよ、ラサールって。バカみたいにテストで定期テストみたいなのが週間実力、期末実力みたいな。もう月1ぐらいの月1であって、10回中、はい、高1の時は8回ですかね、8回1位ですね。勉強に振り込みとしてた。
高校から入ったメンバーの中で、あ、そうです、高校から入ったメンバーの100人ぐらいかな、その中での順位ですね。それはそれはやっぱ違うテストなんですか、高一？違いますね。1回だけ混ざるんですよ、11月に。ちょっと2年からの予行練習みたいな。やっぱガクッと下がりましたよ。10番ぐらいまで下がってます。高2からはどうですか？7位ぐらいから始まって、確か理系で、はい、7、5、3、1みたいな感じで上がっていって、はいはい、G は多分まあ1回、2回ぐらいポンポンと取ったぐらいで、はい、まあ、大体5番以内みたいな感じですかね。旧大学部医学科にしようって決めたのはいつからなんですか？高3の10月、12月とか。そうなんですか？そうです、そうです。それまでは学校のテストしか興味ないんですよ。学校のテストとか、模試の順位とか。そうなんですか？志望校のその合格とか、ぶっちゃけどうでもよくて、学校のテストで何位なんみたいな。高校で競争を楽しんでた。そうですよ。そこに全力を支えてるっていう。会ったことない、そんな人。別に旧大模試がとかあるんですけど、はい、興味ないみたいな。ラサールで何位みたいな、はい、強すぎる。大学行かないといけないから、うん、とりあえず九州一番の旧大学。そうですね、学部に行きたいっていうのはずっとあったんで。そうなんですね。結構やっぱ、うんうん、楽しかったんですか、勉強が。なんかみんなその定期テストとかって嫌って言うじゃないですか、うん、僕はもう月一の楽しみ定期テストなんです定期テストがないと分かんないじゃないですか、自分の順位が。定期テスト大好き早く来いみたいな思ってましたよ、僕は。テストのために生まれた男みたいな感じですね。そうですね。アリサ塾無料体験大募集中です。イエイ。皆さんね、結構気になってるのかなと思うので、ちょっと聞いてみたいと思います。さあ行くぞ。彼女いるんですか？彼女はいないですね。よかったですね。はい、ぜひコメント欄で応募お願いします。大丈夫なんですか、そのキャラで言って。え、だってせっかくの機会なんで。中原先生とまデート行きたい方よかったら、え、公式 LINE かなんか貼ってきます？これでもゼロだったら悲しいんで。大丈夫ですよ、来ますよ。貼っときますか、概要欄に。公式 LINE 貼っときます。概要欄にですね、中原先生の公式 LINE がございますので、もしよかったらご応募ください。ということでですね、皆さん中原先生のことを聞いていかがでしたでしょうか？どうでしたか、ゆうきさん。楽しかったです。今後めっちゃ出ようかなと。あ、本当ですか、はい、あ、嬉しい。需要があったら出ますということなんで、またね、もう一本、撮ります。もしよかったらそちらのね、続編のリンクも概要欄に貼ってますので、よかったら皆さんご覧ください。ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。では皆さん、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。